こんにちは、まえでございます。ヤマトタケルに対してラ・重心か4体でいけるかどうかやってみたいと思います。仲良しの梅ほっぴとゆうたったにキャラクターを借りてちょっと挑戦してみたいと思います。それではいきます。まあ、水キラーが乗ってて重力バリアーということでね、絶対に適正ではあると思うんですけど、光属性なんで、まあダメージちょっと食らっちゃうかなと思うんで、ちょっと辛いかなと思うんですけど、 SS のか細さもあるしね。ただ貫通ホーミングでがっつりボコボコとやっちゃうんじゃないかなって思ってる部分があるんですよね。あ、マナーモードなっすわ。音なかったっすね、すいません。よいしょ、あら、一体残っちゃった。よし、行きましょう。最近ポケモン GO ばっかやってたんでね、でもしっかりとラーの重心化は抑えてきました。はい、この帽子みんな被っててね、ナチョスって言うかもしれないですけどね、これね、とあるショップに行ったらですね、この帽子が最近のトレンドなんですよって言っておすすめされたんですよ。だからふわって買ってしまったんですけど、完全にナチョスやんって言われると思って動画上で被ってなかったんですけど、今日初のお披露目ですね。まあどうでもいいと思いますけどさあ、とりあえずザコメはまあ余裕でしょ。 HP11 万あるんですね、めちゃ高え。多分身の効果も乗っかってるんでしょ。 3P は身がの1個もついてないですけどね。梅ホピのサブかな多分。まあここら辺までは全然超順調。あー、右下に挟まってパパパパパパパンっていけるかな。いけるか、ちょっと綺麗にいければいけると思います。やります。鬼マッチを狙うような感じですね。鬼マッチを狙える超綺麗な配置ができてるっぽい。これ直でいけるか、ちょっと入れ番怖いな。大丈夫、 OK。 左上、あそこさえちゃんとできればだいぶいけるでしょ。ここよし、 OK。 これは結構すんなりいけてるんじゃないですかね。で、鬼マッチポイントに入ってるんで、左下打ちすればいけるか。あー、いけそうですね。これはいけるでしょう。多分こんなもんで、ほい、いけなかった、やば、やっちゃった。でもこれラーのホーミングだけでもいけるのかな。相当いけると思う。どっちかっつったらホーミングメインでいってみます。ほう、これは強いわ。想像以上だわ、想像以上。 SS ちょっとか細いかなと思うんですけど、ホーミングで余裕でカバーできますよ、これ。かっ、強っ、めちゃ強いわ。想定外に強い。やばいな、これもうがっつりいっちゃっていいんじゃないですか。がっつり、ちょっとがっつりめで。あー、ロボット排除しておきたいかな。ロボットか右のシールド、どっちかでいい。 OKOKOK、これでダメージウォールがなくなるんで、だいぶ戦いは楽になる。下だったらこっち挟まりに来たい。あ、やべ、ミスちゃった。まあボス中心でいいでしょう。あと次にロボットに攻撃されることはないんで。よいしょ、いや、変なことした。どれぐらい SS ダメージ食らうか試してみようかな。まあいいや、いや普通に行こう、普通に。ここもホーミング活用すればもっと早かったのかな。はい、とやばい、想像以上に強いわ。やばい、これホーミングご利用しだけでも十分いけるんじゃないか。ヤマタケが弱くなっちゃったね、随分と。さてと、普通にどのラーだ。こっちかー、どうするかな。ザコから行きたいところだけど、いや、ホーミング押しで行ってみよう。マッチ起きたらラッキーぐらいな角度で行って、起きない。うわ、えげつないな。すげえわ、強っ。これはちょっと反則的に強いな。しかもシールド働いた。マジでこれは強いわ。ここで処分できれば、いやー、ちょっと倒せなかったか。まあしょうがない。これはちょっとびっくりするぐらい強いね。こんなにドテキセイだと思わなかったわ。あれだね、
半属性なんで火ダメがでかいですけど HP が十分に高いんでそんなの気にならないぐらいな感じですね。がっつりいこう。下に1匹ぐらいは配置しておきたいけどな。こいつはちょっと配置しときましょうか。下気味で配置できるわ。真ん中行ってくれるとありがたいんだけどな。うわーそこか。まあ、ここは倒し気味でいきましょう。 SS なしだなこれ。 SS 打たなくていけちゃう。ちょっと下のやつをずらすか。ああちょっときつい、ちょっときつい。いや倒しに行こう。よいしょ。本当だったら下の左下をちょっとずらしてあげたかったけど HP 結構ダメージ食らっちゃってたんでさすがにちょっと無理でしたね。下のやつうまくいけばマッチ入りそうな気もするけど左から行こうか。左から打てばいけそうな気がする。とりあえずザコ、あれ出ちゃった。普通に上下貫すればよかった。いやーちょっときついな、怖いな。 SS 打っちゃおうかな。なんか無理しちゃうと良くない、無理しちゃうと良くないから SS 打ってブラスト。おお結構いった、150万。いやー十字怖いな、縦貫できないし。これ怪しくない？急に怪しくなったけど大丈夫。あやばいやばい、位置取りしちゃった。やめて死ぬか、死ぬかと思った、死ぬかと思った。え？どうしようかこれ、やばいじゃん。ちょっとハート取んないとまずいから。ダメージボール当たんないよね。オッケー、ギリ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 、よし。危な、もうこれあと慎重に戦ってれば大丈夫か。ちょっとちょっと最後怪しかったけど、とりあえず勝ちで。危なはい、と SS 意外にキラーが乗ったら強いですね。あの距離でも150万くらうんで、もっとはっついたらもっと伸びるかも。うん、ラー土敵性すぎるですね。はい、ちょっとミスっちゃったけど本当だったらもっと余裕でいけるかなって感じです。しようか。はい、ということで本日の動画以上となります。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。